なんとか倒せた。結構やるじゃない。素人にしてはなかなかといったところかな。その魔道場とやらも財団の連中が作ったにしてはそこそこ完成度も高そうだ。てめえら、ウロボロス、そろそろ答えてもらおう。クロスベルの地で何をしようとしている。まさかとは思うが、グノーシスを新たに製造したのもあんたたちじゃないだろうな。魔人化しちゃった不良のリーダー君か。僕も見物させてもらったけど、なかなかの弾けっぷりだったよね。もう少し突き抜けたら結社に迎えてもいいんだけど。はぐらかすな。質問に答えてもらおう。君たちがそう思うのは無理もないとは思うが、私たちはあくまで計画の進行度を確かめに来ただけさ。七葉脈の活性化の度合いと約束の日のタイミングをね。約束の日。ちっ、どこまで思わせぶりなんだっつの。もはや言葉は尽くした。ここから先は力を持って口を開いてもらうことにしよう。イン。そうするしか道はないみたいだね。やれやれ。さすがに僕じゃ君たち全員の相手は無理か。ここはあなたにお任せしちゃっていいかな。仕方ありませんね。槍？中世の騎士が使っていたランスみたいだけど。おいおい、そんな骨董品を持ち出してどうしようってんだ。問答は無用。互い獲物を取ったからには全力を持って当たるがいい。さもなくば命はないぞ。超高速の月を一呼吸で数十放ったのか。ありえません。人間のできることでは。ほう、鋼の聖女の槍をしのげる人間がいるとはね。東方人外の魔人なんて呼ばれるだけはあるみたいだね。なかなかの反応です。ですが先代と比べると未だ迷いがあるようですね。何？リーシャさん、すごいな。気配を変えてたのか。傑作だ。インの正体がアルカンシルの準ヒロイン、リーシャ・マオだったなんてね。さぞ面白いドラマがありそうじゃない。皆さん大丈夫ですか。ノエル、それにアリオスさんたちも来てくれたんですね。
の者たちは蛇の連中か。道化師カンパネルラ、それに十三工房の管理者に鋼の聖女か。ほほう、あれが風の牽制かな。レーベに匹敵する腕前らしいけど。風の牽制、まみえるのは初めてですか。なるほど、噂にたがわず素晴らしい腕前のようですね。世辞は結構。あなたのように人の息を超えるまでは到底至っていない。特にその槍の前では一軍すら引かざるを得ないだろう。それが見抜けるだけでも大したものです。アリオさん、よもやこのまま見逃すのか。まさか。だが状況はこちらが不利だ。犬たちがやり合った。全然隙がない。よい、ここで殴る必要はない。は承知しましたわ。マスターの仰せのまま。潮時みたいだね。計画の進行度と七葉脈の状態も確認できた。そろそろ私も仕上げに戻るとしよう。待て、さすがにこのまま見逃すわけにはいかん。一つ忠告しておきましょう。こたびの計画において我らはあくまで脇役にすぎません。え、何？じきに獣たちが放たれ、この地に混乱が招かれるでしょう。されど目の前で起きる悲劇にとらわれすぎぬよう心得なさい。それではごきげんよう。またの再会を楽しみにしててくれたまえ。ウロボロス、とんでもない連中だな。リーシャ。リーシャさん、そろそろ稽古に戻らなくてはいけませんから。失礼します。信じられないことばかり起きて、ちょっと現実感がないわね。ああ、まるで夢の中にいるような気分です。確かにそうかも。バルドのことといい、悪夢の類だとは思うけどね。だが紛れもなく現実だ。アリオさん、結社の連中は予想以上の手がかりを残してくれた。この場所の意味、そしてじきに放たれる獣たち、呆然としている暇はなさそうだ。はい。獣たち、まさか。そうか、動力波が届くんだよな。ええ、ギリギリ大丈夫かと。はい、特務支援課バニングスです。ダドリーだ。湖の南岸へ向かったと聞いたが、今そちらにいるのか。はい、そのいろいろあってアリオスさんたちも一緒ですが。ならばちょうどいい。ついでに連中にも伝えておけ。赤い星座のメンバーが一人残らず市内から消え失せた。
な、できればオルランドから話を聞きたい。すぐに戻ってこられるか。わかりました。どうしたの。ずいぶん慌ててましたけど。ああ。それは赤い星座が。我々も気にはしていたが。ロイド、お前たちは急いで町に戻れ。俺たちはこの場所を調べてから戻るとしよう。あ、すみません。そうしていただけると助かります。すまねえな。こういう時はお互い様さ。それにリンとエオリアとてすぐには動かせないだろう。赤い星座が動いたとすれば、ヘイユへの動きもあるはずだ。俺たちもすぐに戻るが、くれぐれも気をつけるがいい。はい。それでは失礼します。まさかインの正体がリーシャさんだったなんて。てっきり男の人とばかり思っていたんだけど。どうやらあの格好の時には気配を変えていたみたいだね。ひょっとしたら体型なんかも変化させていたのかもしれない。そんなこと普通の人間にできるの？で、普通じゃない人間に最近何人も会ってるよね。どうやら私の感能力も欺かれていたようですが、ロイドさんは思ったほどには驚いていませんでしたね。ああ、そうだな。ちょっと前にリーシャと話す機会があったんだけど。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道、今となっては何のために歩んでるのかわからない道を。まさかとは思ったから、それ以上は考えなかったけど、どこか彼女が陰である可能性を捨ててはいなかったみたいだ。そんなことが。考えてみりゃ、ただの素人がアルカンシェルの準主役に抜擢されるわけがねえんだよな。ああ、あのイリアさんが強引に誘って特訓したそうだから、妙な説得力があっただけだろう。しかもインが現れた時期とリーシャがクロスベルに来た時期もちょうど一致するみたいだし。ヘイユへのツァオさんあたりは正体を知っているんでしょうか。まあ彼女の立場なら秘密にしているのが普通だろうね。下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。そういう意味ではあまり正体に触れ回らない方がいいかもしれないわね。ああ、課長はともかくしばらく様子を見てみよう。それに今はヘイユエより赤い星座の方が優先だ。ああ、このタイミングでおじきたちが姿を消すとしたら、準備をした上での行動だろう。多分一気に動き始めるぞ。そうか。ソーニャ司令の方にも連絡する必要がありそうですね。失礼します。
たか。ようやくの到着ですか。すみません、少し立て込んでいまして。状況について教えてくれるか。伝えた通り、この建物にはもう誰も残っていない。およそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われるが、全員ジオフロントを経由して行方をくらませたようだ。ジオフロントを経由して。ですが、そんな道はなかったはずでは。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が発見されました。そんなことを。やれやれ、とんでもない連中だね。それだけではない。旧ルバーチェの密輸用倉庫の大部分が改造されていた。それも重火器を扱うための本格的な訓練整備施設としてな。まあ、おじきどもだったらそのくらいは平気でやるだろう。いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘狂ばかりだからな。なるほど。オルランド、率直に聞く、連中の狙いはヘイユエか、それとも駅や空港へのテロか。さすがに分からねえが、ヘイユエが狙いならこんな風に姿を消したりはしねえはずだ。駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだろう。もっととんでもないことをしでかす可能性があるぞ。ということは、まさかオルキスターを占拠するつもりとか。そいつはありそうだが、だが連中の好みからはやはり離れているかもしれねえ。へえ、好みっていうと。両兵が本領を発揮できるとしたら野戦かゲリラ戦、つまり正規軍を翻弄できるような入り組んだ地形の戦闘が好みだろう。それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地帯とかな。あ、確かに車両の動きも制限されますし。だとすれば、捜査一課ダドリーだ。ああ課長、どうもお疲れ様です。なんですって。なんだこのタイミングで。ダドリーさん、一体何が。警備隊からの連絡だ。正体不明の武装集団がマインツ山道方面に出現。パトロール中の部隊が撃破されてしまったらしい。まずはトンネルまで抑えよう。
歯向かうやつは皆殺しでいいよ。よっ、隊長、いかがしますか。そうだな、ここで頑張られてもうざいし、ちょっと遊んでくるよ。フォローはお願い。よう、隊長に続くぞ。さあテスタロスタ、獲物はまだまだ残ってるよ。シャーリーと一緒に目いっぱい楽しんじゃおう。なんたることか、まさかここまで大それたことを一両兵団が引き起こすとは。背後に何者かがいるのは間違いないでしょう。それも通商会議の時と同じく。エレボニア帝国政府、いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと言わざるを得ませんね。このクロスベルでも情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で帝国政府には問い合わせている。返事は当然ながら身に覚えがないだったね。そしてこれは私の責任だが、独立提言以来共和国政府にも協力を頼める状況ではなくてね。そんな いえ、決して市長の責任では。いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれ、マインツの住民の安否が気になる。民間の飛行艇に依頼して何とか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はなさそうです。ですが
マインツの住民が人質である状況は変わりません。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のものだったかね。人的、物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在、予備戦力のすべてを山道に展開している状況です。そうか。相手は戦闘のプロだが、あくまでミラで雇われている集団だ。交渉次第ではこれ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の諸君には市民の不安を抑えてもらうと同時に、そのあたりの可能性も探ってほしい。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って手を尽くしてみますか。遅いな、課長。あんなことがあったからには無理もないと思うけど。はい、今頃オルキスタワーで今後の対策について話し合われているんでしょうね。政治的にも難しい問題だし。バルドもそうだけど、難しい時期にとんでもないことをしでかしてくれたもんだね。ねえねえ、みんな、課長が帰ってこないんだったらやっぱりお鍋はやめとく？いや、遅くなったら先に始めてろって言ってたしな。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいとこうぜ。でもランディさん、鍋のことはともかく、ランディ、無理してないか？こういう時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さら古巣が何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って、休めるうちに休んで明日に備えるのが先決だろ。それはそうですね。お腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいつも助けられているわね。ですね。ま、今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜たっぷりある。たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。おう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せてお腹いっぱい食べてね。うん、ファイトはお肉とお魚を後で冷ましてあげます。
行くのかい？お前か。たく、なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつの。行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行っててね。まあ僕はこういう性格だし別に何とも思わないけど、さすがにみんな怒るんじゃない？だろうな。だがこいつは俺の問題だ。おじきやシャーリーは関係ねえ。ましてやロイドたちを巻き込んでいいわけがねえ。俺は俺自身のケリをつけるためにここを出ていく。ただそれだけの話だ。うん、まあいいけど、君といい、バルドといい、男ってのはバカばっかりだよね。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい？ほっとけっつの。しかしお前、前から聞きたいと思ってたんだが、本当のところどっちなんだ？何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については当たってるとは思うけど。なるほどな。昔何度かやり合った連中と似た匂いを感じてたんだが、あの娘と初対面っぽかったのも不利だったってわけか。そうなるかな。黙ってくれていたお礼に明日の朝しらばっくれてあげるよ。好きなように暴れてくるといい。ああ、恩に着る。まあ、彼が抜けるとちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。蹴りをつけてくる。じゃあな、ランディ。そんな、こんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ、エニグマまで置いていくなんて。ランディ、ダメです。周辺の人たちも全然見かけていないみたいで。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこに？蹴りをつけてくるということはマインツ方面でしょうか？ああ、その可能性が高いだろう。それなら山道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長。ったく、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、ヤスの姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元良兵、正規軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど良兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、え、多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。え、どうしてわかるんですか？簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしようとしているなら、
今のあいつの獲物スタンハルバードだけでなんとかなると思うか。あ、確かにどう考えても無理がありますね。ってことは奴が両兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけか。はい。たく、こんなことならあれを持ってくるんだったな。ランディは昔かなりの火力の動力ライフルを使っていたと言ってました。それをクロスベルのどこかに保管しているみたいなんです。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみれば、ランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか。いや、さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら市内のどこが怪しいのかな。そうだな、やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギヨーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさん、しょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね。それに確かランディがクロスベルに来た時以来の知り合いじゃなかったかしら。やつも災難なこった。うまく撒いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまうんだからな。確かに。当然です。こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ、大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。うん、ロイドたちもくれぐれも気をつけてね。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で本部も混乱してるんでしょうね。警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい、あなたの立場からしたら人事じゃないわよね。いえ、そうした危険も私たちの職分ですから。それに今はあくまで特務支援課の一員です。行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ、